ウレーニャ、二軍で無双。ウレーニャ勝ちで打ってる。ま、守るとこないから。普通に代打で上がってくる可能性はあるんちゃか。代打ならま、二軍で結果出してるなら納得はするわ。阿部、休養が必要な選手がいるんでね。代打足りてないから上げていいんじゃね。グリフィン・トーバンジ以外はベンチ入るだろ。ウレーニャはファーストとサード守らせて、二軍でホームランも打てるよう調子上げてるから、モンテスが来る前に使うんじゃないかな。大城下げると5番に差し込むバッターがあれだし、二軍の投手ウレーニャが振ったところに球を投げる、一軍の投手ウレーニャが振ったところに球を投げない。ここまで打ててるなら一軍で試しても全然いい。成績残さず上がることが問題なのであって、成績残していたら別に一軍いてもええやん。前も二軍時代大城より成績上だったから上げても全くおかしくなかったのに、阿部アンチが思考停止で叩いてただけだから。前回は別にあえて上げるほどの成績でもなかったし、ましてスタメンにする理由は何もなかった。今回試すのはええんちゃうとは思うが、ポジションないしどうすんだろうな。ご視聴ありがとうございました。